今年はいまいちじゃったな。なんとか収穫を迎えましたな。しかし少しは強くなれたが、少ない実りだったの。来年分の種もみを差し引くと、考えなしに食には回せませぬな。だが少ないながらも確かに増えた。歩みは進んだのですぞ、おひい様。ここは辛抱の時ですじゃ。いやじゃいやじゃ、つらい冬になりそうじゃわい。いただきます。やんだお。この風雪では鬼どももねぐらに引っ込んでおるに違いない。しばらくは狩りどころではございませぬな。お帰りなさいませ、サクナ様、ジー殿。ささ、はようお召し替え、火にお渡りください。なんじゃこれは。見りゃわかんべ、手鎖の団子だ。それがしと見る手で作り申した。来年のことを思いますと、今から米だけで腹いっぱいというわけにも参りませぬのでな。手鎖と申したか。何やら物騒な響きではないか。それがしのふるさとでは彼岸花と呼んでおりました。毒草にはござりまするが、根をつぶし水にさらせば、おれこのように。もうたくさんじゃ。何が悲しいで、高貴なるこのわしはこんな偏僻な島まで来て毒団子など食らわねばならんのじゃ。毒だ。サクナ様、毒は抜いてござりまする。気にするでないぞ、見るて洗えばまだ食える。
主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。へっ、偉い様は気まま語るなや。獅子も身も取れねんじゃ、あるだけマシだべっちゃ。おらはこれ好きだけんともな。おひいさま、いずこに。うん、飛び出すにしても身のくらいは羽織ってくるべきだったの。そう、もう限界じゃ。直命なんぞ願い先じゃ。背が引いても都に帰って暖かい部屋で大の字になって寝てやるんじゃ。奴らのことなど知らん。どいつもこいつも寄ってたがってわしを苦しめおって。ちいもちいじゃ。なんでわしの家中のものがあっちの側につくんじゃ。あー知らん、何もかも知らん。知らん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 ぞ。死ぬかと思うた。夜の海とはこれほどまでに真っ黒いものか。どこまで漕いでも吹雪から抜けられんし、方角もさっぱりじゃ。都などとてもたどり着けそうもない。作るかや。任せろ。